23分の浦和レッズエジミューソンのシュートシーンをご覧いただきます。まあこれは角度がちょっとねなかったですけど、やっぱり藤ヶ谷のこうポジション取りっていうのは非常にこう光りますよね。今日藤ヶ谷良かったですね、はい、前半からもうワンシーンご覧いただきます。高橋ですね、高橋でエジミューソン、ワンツーから高橋俊樹、パスしてね、サポート、シュートまで、まあ、本当に難しいですね。そうですね、右で、ね、右でかなりこう先制したガンバ大阪、後半11分浦和レッズです。平川からエジミューソン、これちょっとね下がりながらだったから、ちょっとねスピードヘディングのこの威力はなかったですけど ね、 そうですね。後半15分です。ポンテのフリーキック、ここは狙ってましたね。そうですね、本当によく反応しましたよね、藤村ですね。手前サム、奥エジミューソンです、はい、